ナナよ。ねえナナよったら、何か外の様子がおかしくない？やけに雑音がするというか、砂時計のような音が。って、また勝手に出かけて。あのダメ殺人鬼、私のマスターだって自覚はないの？なんで私に一声かけないのよ。って、なんだ、ちゃんと手紙があるじゃない。どれどれ？面白そうな催し物に誘われたので、そちらに乗り換えることにした。それなりにお世話になりましたとさ。バカじゃない！こんなあからさまに怪しい舞台を作ってるやつを信用するなんて。バカ！もうすごいバカ！ありえないくらいバカ！信じられないくらいバカ！ふん、いい君よ。あんなダメマスター、散々利用された挙句、ボロ布みたいに捨てられればいいんだわ。私には関係ないし、単に、また新しい操り人形を探せばいいんだし。でもな、街を荒らされるのは迷惑ね。悪夢を見る人間がいなくなったら、私も消えてしまうんだし。いいわ。どこの人だか知らないけど、この挑戦は受けてあげる。どこかの考えなしともども、私の機嫌を損ねたこと、きっつく後悔させてあげるんだから。かわいそうに。ラウンド1。ファイト。私、残酷でしょ。KO。パーフェクト。難しいものね。You win。もう、何よ、いきなり邪魔しに来て。え？危ないから行くの？すごく後悔するだけですって？あなたに関係ないでしょ。せいぜい。そっちのマスターを守っているといいわ。私に挑むと。踊ってくださる？ラウンド1。ファイト。いただきます。しかも。おのれ。パーフェクト。雪原を行くのは初めて？ならお気をつけなさい。いつまでも現実を引きずっていると天狼に追いつかれてしまうのよ。いいわ、踊っ。ラウンド1。ファイト。気分はどう？そんなもの。どこ見てるの？私、残酷にしてよ。猫に手を噛まれた気分はどう？余計な忠告でしょうけど、最近のあなたは遊び心が過ぎるんじゃなくて？こんな寂れたところにこんなみすぼらしい穴蔵があるなんて、住処にしているものの程度がわかるというものね。そこの吸血鬼さん、気づいていたか。なるほど。たたりの影響で元の側面が強化されたということか。しかしその姿は悪くない。純白にして鮮血、無垢にして無情。低俗な無魔とはいえ、さすがは姫君の使いは程度は心得ているようだな。まあ、心のこもっていないお世辞とはいえ、拙い賛辞感謝いたしますわ。では私と踊っていただけるかしら。地の底でうごめくだけの無魔よりもっと低俗な白蛇さん。もちろん、闇に潜む者の先達として絶対のルールを教えてあげよう。弱者は強者に踏みにじられるだけという当たり前の仕組みだがね。え？何？そんな地味な姿のくせに格上だとか思ってるの、あなた。もう現実を見たよね、ミスター。あなた路地裏同盟でもきっと一番の小物でしたよ。
あの小娘ばかりでなく、お前も路地裏なんとかの一員か。ラウンド1ファイト。いただきます。俺の番か。耐えてくれよ。俺の番か。いらっしゃい。アークドライブフィニッシュ、パーフェクト。お気に召しました。では良い。地味かどうかはともかく、あれだけの人を投影するの元凶はなかなかの実力者のようで楽しくなってきた。それぐらいの相手じゃない。私の相手は務まらないのよ。よーし、始めましょう。ワンファイト。私はこれが無理でした。そんなもん。凍りついた白鳥の水を、燃え尽きた壇上のジゼル、夢から覚めなくなったナッツクラッカー。待たせたかしら。さて始めますか。ラウンド1ファイト。続けましょう。やりますね。私完璧でしたよ。続けましょう。さあいらっしゃい。お気に召しました。負けません。あがいてくださる。アーフルライブパーフェクト。もう人ならしい現実のシミは落としたいのかな。ここからは何の汚れもない寝猫、無菌のシャーレに閉じ込めて、ずっとその寝顔を楽しませてもらいます。手洗い演奏踊ってくださる。ラウンド1ファイト。銀の杭を続けましょう。もう私残酷です。雑な音だ。あら、乱暴なのね。やるじゃない。歪んでいるね。鼻が乱暴なの。器用だな。パーフェクト。つまらない。人型の器というのは不便なものだな。ラウンド1ファイト。良い顔だ。乱暴なの。私感覚で切れるか。これくらい気の利かんだ。ルーコロ耐え切れるか。そんなもの。さあいらっしゃい。感じするがいい。感じするがいい。やるじゃない。残酷でしたよ。さあいらっしゃい。感じするがよい。お気に召しましたか。楽しくなってきたな。いらっしゃい。お気に召しましたか。いただけないっしょ。いらっしゃい。アークドライブフィニッシュパーフェクト。ようこそ楽園の入り口へ。歓迎しますわお客様。どうぞ出口のない箱庭をお楽しみくださいね。うん、どうしたのかなお嬢ちゃん。子供はもう寝る時間だ。早く帰った方がいい。そうでないと怖い怪物に頭から食べられてしまうからね。あなたね、いちいち皮肉を言わないと挨拶もできないの。だいたい早く帰らなくちゃいけないのはあなたの方でしょ。その体もう消えかけてるじゃない。ああ、新しい雇用者がヘマをしてさ。
あのシオンって子に輪をかけて堅物だったんで、つい面白くなっちまったんだが、ありゃまずいよな。全く抑えがなってない。だって俺の前で隙を見せるんだぜ。あんな背中を向けられたら、ほら、ついナイフも軽くなるというか、おかげでこのざまだ。呆れた。誰かで構わずついていって、誰かで構わず襲いかかるからそうなるのよ。それで、どうするの？このまま消える？当然だろ。もともと生きる理由がないからね。殺されることなく、自殺することなく消えるなら、願ったり叶ったりだ。そう。じゃああなたが一番されたくないことをしてあげる。あなたは私のマスターになって、私が消えるまで生き続けるのよ。そう簡単に消えられると思わないことね。おや、そうきたか。いいよ、そっちが勝ったならお望みのままに。でもまあ、力ずくで自分を売り込む使い魔ってのもどうなんだ。ラウンド1ファイト。いただきますわ。ダンケーにしよう。そんなの？さあ、いらっしゃい。アークドライブフィッシュパーフェクト。お気に召しました。そういうんじゃない。私の勝ちね、なのよ。これであなたは私のご主人様ね。なんかおかしいけど、まあいっか。あとは人の主人を横取りした元凶を懲らしめるだけ。どれほどの相手か確かめてあげる。にゃんにゃんにゃん。はーい、お待ちしておりました。猫王国期待のプリンセス。なんでよ。何入れよ。なんじゃあんな食い物とか食べるのか。シエル趣味悪くね。だからなんでよ。なんで待ちに待った私のラスボスがよりにもよってブサイク猫なのよ。うん、何か問題でもプリンセス。そっか、そうだよね。ちょっとスケールでかすぎだよね。ここだけの話、あと1時間で地球を破壊する用意もないではありまし。今回こそは関わらないでいられると思ったのに。無駄無駄。だって猫はまーるいんだもん。なんなら黒蓮みたいに私たちも君のコマンド技に組み込んでくれてもいいのだよ。死んでもごめんだわ。ようやくわかった。つまりこれは生存をかけた戦いだったのね。あなたたちを根絶やしにするか、私が色物にされるか、決着をつけてあげるわ。ラウンド1ファイト。沈めるだけに。廃棄を灰色にして。どうした。突然変異の新種でも現れない限り、この封印は永遠よ。これで邪魔者は排除し終わったか。ようやくすっきりしたわ。あと残っている問題といったら、黒い方との対決かな。まあ、あちらはあちらで現状に満足しているようだし、手を出すのも考えながらだ。となると、ああ、晴れて問題解決だ。実にすがすがしい。まだ一番厄介なのは残っている。
ことを聞いてくれるようになるのかしら。ん？何も言ったの？別に何も言ってないわ。それよりナナヤ、しばらく休憩よ。早く紅茶とお菓子を持ってきて。そう、町の人間から悪魔を、タタリンに強い結界を張れるようになったよ。また遊ばせてあげるわ。だがこれまでここでおとなしくしていなさい。はいはい、いずれ仕事があるっていうなら番犬の真似事も甘えてさ、節電を守るシリウスの大役っていうのは、まあ、逃げ勝ちすぎても